こんばんは、七原修です。はい、今日の企画はホストクラブに通ういた客ぶっちゃけ対談、よいしょ。僕ホストクラブからちょっと最近遠ざかってはいるんですけども、もともとホストクラブに通ってた女の子で、ちょっといた客っていうのを経験した女の子にいろいろ今日は聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。りんめいちゃんです。イタ客ってことでいいですか。はい、イタ客です。イタ客、イタ客大学生。大学生です。おいくつですか今。22歳です。22歳。でもなんか自分が痛いって言ってたもんね。うん、なんか痛いってみんなに言われる。あ、みんなに言われるから痛いってこと、うん、別に自分としては別に痛いと思ってない。そう、わかんない、痛いのか。でも大体覚えてないもん。あ、覚えてないんや。そう、基本的にホストクラブ行って覚えてないってこと。大体覚えてない。なんで、その覚えなくなるっていうのは。だってめっちゃお酒飲むから覚えてない。あ、お酒飲むんや。めっちゃ。そう、めっちゃ飲む。めっちゃ飲むんや。そう、それは飲んでから行くの、それともホストクラブで飲むの。え、両方とも。両方ともないんだ。そう。そのホストクラブに行く前って結構俺も気になるんや、うん、ホストクラブに女の子おいでやって言うやん、うん、でも後で行くねって言われるやん、うん、なんか一気挟んでるのやっぱり。初回行ってるだけ。初回行ってんねや。そう。あいつらそういうことかよ。よいちょ。いや、もうよいちょが痛いな。まあでも、うん、そう、なんかなんでホストにハマったか今日なんかいろいろ聞きたくて、うんうんうん、そういうの聞いてもいいですか今日。いいですよ。まずじゃあ、りんめいちゃんがなぜホストにハマったのか聞いてもいいですか。え、なんかね、なんかもともとかっこいいなって思う人がいて、うん、そこに行きたくて、友達がたまたま通ってて、うん、その友達に連れてってもらったんですよ、うん、そしたらめっちゃイケメンが多くて、超幸せで、で、なんかシャンパンコールしてたんですよ、うん、その後ろにめっちゃイケメンがいて、その人に一目惚れしたんですよ。あ、それはどこの店か聞いてもいいの。まあ、おーです。おーとかやっぱイケメン多いもんね。そう、大好きなんだよ。あ、そうなんや。そうです。なんとなくそう、もともとのね、俺知ってる感じで言うと、そういう感じのとこが好きじゃないのかと思った。え、めっちゃ大好き。まあ好きなんよ。やっぱイケメン多いから。イケメン多い。どういうイケメンが好きなの。もうジャニーズ系のイケメンが大好き。若い子ってことだよ、そんなもん。そうね、多分やけど25とか、まあ、そんぐらいがめっちゃ一番いい。そうやね、うん、イケメン25ぐらいの多分イケてるメンズ系が多分好きそうだよね。好きです。それが好きなのに、なんでイタケクって言われるの。なんかね、だいたい酔っ払ったら、うん、私一回だけ酔っ払って記憶なくしたんですよ、うん、ほう。そしたら気づいたら、なんかさらされてて。ほうほう、なにてるの、さらされてて。なの前でぶっ潰れて、はい、その日ストロングめっちゃ飲んだのと、はい、うん、ブーブリッジ2本開けたのかな、うん、だっけ、普通に記憶なくて起きたら家だったんですよ、うんうんうん、で、なんかその次の日ぐらいになんかさらされてて、めっちゃバズってて、なんだろうと思ったら、はい、ね、やばいやついるなと思ったら、それ私で、友達から怒られてきたんですよ。ほう、これリンメって聞かれて、うんうん、それ私なんですよね。痛すぎる。さすがに俺、店前でしてる女の子痛すぎるわ。え、マジで覚えてなくて。あ、記憶ないんや。そう、それってもう言っちゃ大丈夫な。まあ大丈夫でしょ。エロすぎるって言っとくけど、多分エロすぎる。好きな人によるとみんな知ってるからね。あ、みんな知ってんねや。知ってる人は知ってるけど、知らん人は知らないみたいな。結構やばいね。それどうさらされたの。それこちらにツイッターでさらされました。画像、動画。動画ないんや。しかも後で別のホストに聞いたんですけど、うん、エロサイトに投稿されてるらしくて。そう、それどうにかお金取れないかなってめっちゃ考えてるんですよね。まあ、取れるんじゃない、それは。それ取れたらいくら取れるかな。シャンパン開けたいな。何が痛いな。何が見えてるか分かんないけどね。え、そう、そう、全見えやったらさすがにヤバい。全見えじゃない。あ、見えてないんや、うん、かかんでるくらいの。そう。あ、まあ確かに暗いもんね。そう。質問次いってもいいですか。いいですよ。ホストと付き合うことが多いっていうのはあります。私はホストと付き合ったことないけど。ないよ。私の周りもあんま、うん、本命はあんまいないかな。付き合ってるとかはあんまいないけど、なんか普通にその人だけって人もいるし、例えば飲んでる人もいるし、一、うん、人だけいるかな、ホスト付き合ってる子は。ああ、なんかあんまりそんな、なんかホストと付き合うことって多くないんや、うん、あんまないかな。なんでなんすか。俺聞きたくて、しかもなんかめっちゃ嫌なのが、うん、俺ももともとホストやってたわけじゃないですか、うん、まあ今や出張でなんかいろいろ言ってますけど、うん、なんかホストって言うと、うん、もう信用してもらえないみたいな、うん、もうとりあえずホストやってました、もっとホストじゃんみたいな、うんうん、って言われて信用してもらえないの、うん、あれなんでなの。ホストなかったでしょ。なるほど、うん、え、なんなのあれ。俺結構最近悩みで、もうホストやってましたけど。ホストって嘘つきだからじゃない。でもホストって嘘つきかもしれないよ、うんね、かもしれないけど、ちゃんとその子に愛を表現して愛を伝えるときに、普通の人より一歩ちょっと出遅れ。あ、もともとホストやったからみたいな、うん、あれなんの。だって大体嘘ついて、ずっと何かしててもずっと寝てたとかしか言わないじゃん。言わないですよそんなの。そう、
そう、ごめん寝てたとか言う、いや今日はとかそれしか言わないじゃん大体。そんなことないよ、そんなことない、全然普通に。ちゃんとあったことをあったって言うけど、かつくべき嘘とつかなくてもいい嘘と、うん、つかなきゃいけない嘘ってあると思うんですよ、うんうんうん、でなんか別にさっきまで女の子いたんだよねって言っても誰も言い気しないよ、うん、女の子も、うん、ね、しないからそこは寝てたって言った方がいいんじゃないの。でもお仕事だったらそうじゃない、だってお金が一番使ってる子が一番偉いじゃん。分かりました、もう一回言いますね。じゃあ一般の男性が、例えばリメを好きでした、うん、でも違う女の子で、うん、ってこともあるかもしれないですよ、付き合う前なんで、うん、まあ、付き合う前のことなんでね、うん、でもその時に違う女の子とさっきしたんだよねって言ったらもう無理、言わんやん絶対一般男性も。あ、確かに多分、さっきの仕事の上司の関係で飲んでましたっていうぐらいよ、うん、潰れたんだよ、一緒じゃないですか、ホストも。いや、キモい、それもキモい。ホストも一般人も一緒やのに、ホストを一括りにして悪者にされるとすごい嫌やなと思う。あー、なるほどね。はい、あー多分カメラがめっちゃ撮ってるよ、ゆめちゃん、もっと痛いのにしてる。痛いの、イエイ。素晴らしいですね、素晴らしく痛くて。でもあんまり痛いと思うんけどね、分からんけどね、結構普通にホストとかやってる子かなって思う。ああ、なるほどね、うん、別になんかそんな、なんか別になんか痛、まあ確かにもうこの行為は痛いけど、うん、まあそんな別にセットだから非常階段でする子もいるよ。エロいね、エロい、あ、それエロいんや、エロい、それはキモいんじゃなくてエロいんや、エロいや。ああ、そうなんや、うん、俺はそういうなんか道徳に話した行為はあんましてないんで。ああ、もう20代の前半の頃あるよ、うんうん、あるけど、もう僕さすがにこの年齢なんてないんや、うんうん、さすがにね、うん、ないけど、その痛さというか、なんかエロさというか、なんかその、うんうんうん、普通と思うけどね、まあトイレもさすがにちょっと痛いけど、まあまあたまにはあるでしょう、うんうんうん、ゲロ吐く、ゲロ一緒やん、ね。あー、確かに、ね、店前ゲロと大した変わらんと思う、うん、って思います。はい、じゃあ枕とはピチすること、ホストと。おー、それって経験ありますか。え、私枕されないの。なんでなんでなんで。多分、わかんないけどされたことないんですよね。え、一回も。え、そう、意味わかんないよね。あ、初回とかなんかよくわかんない、鳥の市でナンパされた人とか、うんうん、あと路上で歩いてたホストとかはあるんですけど、指名してた人と一回も枕したことない。ちょっと待って、そっちの方が結構痛い、ね、まあ、え、指名してた人と枕ないの。え、ない、枕されない。なんでな、知らない、なんかホスラブに枕とか書かれまくってるけど、うん、枕一回もしたことない。ホスラブっていうのは掲示板やもんね。掲示板、ね、なんか掲示板っていうのは、うん、自分のなんか再スレがあるってこと。え、違う、なんか普通のお店、うん、通ってるお店のスレがあって、うんうん、そこになんか、うん、リンメは、ま、なんか普通にリンメ枕中とか言うけど、うん、全然枕してないし、うんうんうん、そう、あ、枕してないのに枕って書かれてる。そう、虚言虚言虚言。あ、そうなんや。え、枕はされたいね、一応指名してる子に。もうでもなんか今さらされなくていいよ、本当に。今さらっていうのは、今指名してる子たちにはされなくていいよ。え、だって結構指名してて、さすがに見せるの恥ずかしいから、さすがにしなくていい。ほう、そう、あ、それはいいんや。それは路上でナンパされたりとか、鳥の市でナンパされたりとか。え、なんか初めましてだったら全然いいけど、うん、じゃなかったら恥ずかしくて見せられない。何言うか、裸を。そう、見せられない、普通に。多いよってこととかもそうだし、ちょっとそういう顔もしてるのも見せられない。え、もう見せられない。あ、なるほどね。じゃあそれはしないほうがいいんじゃない。何、それはしないほうがいいと思うね。でもこれから出会うイケメンは分かんないわけ、うん、だって常に出会い探してるわけよ。一度初回も行くし、うんうん、ね、イケメン大好き。ジャニーズ系のね、うん、ジャニーズ系のイケメンがいて、ま、そ、枕したいとは思わないの。枕したいと、うん、なんだろう、あんま性欲わかない。あ、じゃあ別にいいんだろ。そう、あんま性欲ない。あ、そういうとこじゃないの、ホストで求めるの。そう、でもその枕してるされてる友達とかは多いってこと。さ、まあ結構いますね。うんうんうん、そういうのは多いってこと。なんかあんまりなんか俺聞かないね、正直。でも虚言も多いと思う、枕してるっていう。あ、そうなんや。結構例えば有名ホストと枕したっていうのは、うん、結構虚言とかで、うん、見え張る子とかも多いから、うん、本当な、何が本当なのか全然わかんない。どれくらい、そう、なんかホストクラブでお金って使うの。ホストクラブ、うん、気分じゃないんですか、みんな。いや、まあ、まとめて聞いてもいいのかな、わかんないけど、まあちょっと違う質問もしたいんで、うん、あれなんですけど、まあどれくらいお金使う、月に、大体。月に、数えてないからわかんない。え、数えてないんや。数えてない。月によって違うと思います。まあ、当然絶対違うと思うけど、うん、なんとなく今月はこれぐらい使ったなとか、まあバースデーとか、そう、うん、イベントは置いといて、だいたい月に普通に通ってていくらぐらい使うの。普通に通ってて、だいたいざっと。ざっと？
分かんないけど50ぐらいじゃない？分かんないけど、なんかいろんな店行ってるから。そのお金っていうのはどっから引いてるんですか？どっから引いてるって？大学生だよね。そうですね、パパ活したりとか、キャバやってた時はキャバでやったり、キャバで引いたりとかですかね。パパ活って実際どうなんですか？パパ活楽ですよ。キャバより全然楽ですよ。なんかパパ活ってる興味があって、僕まだね、30代なんですけど、パパ活って俺もしたいと思ってるの、逆に。一回ご飯行ったらいくらもらえるの？5万。じゃあ俺もパパ活登録してみようかな。一回、なんていうサイト？ペイターズです。ペッターズ、ペイターズ、ペイターズ、ペイターズとシュガーダディです。シュガーダディとペイターズ。そうです。めっちゃ面白いそれ。リンメイちゃんの今後のホストの予定というか、どういう感じで行くのよ、パパ活の予定とかも。なんで言ってもらって。予定、特にないけど、呼ばれたら行くみたいな感じ。ほう、って感じですかね。でもさっき呼ばれたら嫌って言ってたよ。でもなんか今日はってやって呼ばれたら行くけど、なんかたまにうざい呼び方するから、その時は無視する。じゃあホストの子が、じゃあホスト狂いの女の子たちに何て呼んだら一番行きやすいかな。なんか全然 LINE してなかったけど、なんか普通に LINE とかも全然普通の会話だったけど、急に今日はって呼ばれたら行くみたいな。なるほどね。毎日今日はって言われたらうるさいなって思うし。なるほどね。たまに呼ばれたら行きたくなる。でホストがこう呼ぶ時のその大事な一言っていうか、まあ、言っちゃう一言っていうのは今日は、会いたいって言われたら。会いたいね。会いたいって言われたら行っちゃう。そのちょろいから。ちょろいから会いたいね。まあ、毎日会いたいおかしいもん。そう、毎日会いたいだったら、そう、なんかうるせえなって思うけど、絶対なんかで、なんか会いたいって言って行ったところで、なんか他のとこタクついてたら、もうそれはマジでムカつく。ムカつくから、ちゃんと暇な日とか自分がこうね、その日はこう行ける日に会いたいって言えばよくね。そう、そしたら幸せ。なるほど。うん、聞いた細子たち、ちゃんと会いたいって言うね。ハートいる？いる。どのハート？普通に何でもハートがいい。赤のハート、ピンクのハート、何でもいい。ニコアのハート、何でもいい。何でもいい。何でもいい。ほんま、じゃあパープルのハートもいい。何でもいいよ。ほんま、黄緑でもいい。何でもいい。ただしイケメンに限る。あ、イケメンに限るね。イケメンだったら何でもいい。イケメンがハート使えばいいということです。はい。それはもう面白いですね。多分一応なんかの。ハット君の概要欄にあのアカウント言ってもらえるの、はい、めっちゃ DM 分、はい、大丈夫大丈夫です。だから本当にジャニーズ系のイケメンからパパ活した人から、あとそれ以外は何ないの？それ以外は受け付けません。それともなんかこういう人も受け付けます。誰でも受け付けます。はい、ありがとうございます。はい、今日はリンメちゃん来てくれました。ご視聴いただきまたありがとうございます。今日はリンメちゃん来てもらったんですけども、こういうパパ活僕もすごい興味あったんで、ね、一回登録してみてやってみると思います。パパ活、女子にも興味あるパパ活してみようと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。今日のリンメちゃんの、事件について、いいと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。面白いね。よいちょ。ありがとう。